はい、本日ご紹介する iPad 用ケースはこちらです。わ、かわいい。2つの大きい花柄が印象的なインパクトあるデザインですよね。うんうん、見てください、この薄さ。薄っ。蓋のこの硬い板の部分以外は布の素材を使っているので、これだけ薄いケースになっているんです。すごいね。どうやってそれ取り付けるの、 iPad？ はい、それでは実際に iPad を取り付けてみましょう。はい、このように横からスライドさせて入れていきます。はい。 iPad を入れる部分は本体にきっちりにできているので、固定されて動くことがないんです。グラグラしないんだ。グラグラしない、しっかり保護することができます。そしてここのベロの部分ですね、これを iPad の下にこう入れることで iPad が勝手に落ちたりしないんです。おお、しっかり固定された。はい、各ボタンやカメラ穴の部分も正確に穴が切り抜かれているので、ボタン操作や撮影は問題なく行えます。このケースの最大の特徴は、この蓋の部分を、裏返してスリットの部分に入れることで、はい、スタンドとして使えます。おお、このように立てかければムービーを見るのにぴったりです。そしてこのように低い角度で立てれば、こうタイピングがしやすいです。おお、安定してるね。カラーバリエーションは今ご紹介したホワイトの他にこちらの3色があります。こちらはターコイズです。表面は深緑なんですが、内側は鮮やかな黄色で、このコントラストがまた目立ちますね。表面もシワが入っていて革っぽいです。本当だ、革風だね。革風です。このワンポイントもいい感じです。こちらはコールドベージュです。特徴はこの、見えますか？はい、見えます。このエンボス加工です。何ですかこの模様は？この模様なんですかね、なんか地図みたいな模様です。うん、うん、地図みたいな感じね。地図みたいですね。こちらもまた雰囲気が違います。そしてこちらはブラックです。なんかかっこいい模様が書いてあるね。かっこいいですね。吸い付くようなマット加工になっています。へえ、すごくいい手触りです。軽くておしゃれなスタンドとしても使える iPad 用ケースです。気になる方はどうぞレビューをご覧ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。